かすみみたまの現世幻談チャンネル。先輩の話。これは僕の中学の拓也先輩という人から聞いた話です。先輩は小学校5年生までは他県に住んでいて、6年生になってからこっちに引っ越してきた。僕と先輩は僕が中学に上がってすぐに友達になった。先輩も怪談やホラーが好きで、図書室で怪談本を読んでいる時に声をかけられたのが最初だった。それから毎日のように好きな怪談や都市伝説について語り合っていたある日、僕が先輩自身は怖い体験とかないんですか?と聞いた。先輩はあるよと話してくれた。俺さ、小学校5年までは別の県に住んでたじゃん。そこがかなりの田舎でさ、近くのスーパーまで車で片道数十分とかだった。でさ、通ってた学校にあったんだよ。七不思議。と言っても、いくつかは花子さんとか有名どころが混じってたんだけど、二つマジの話なんだってのがあってよ。一つが、校門の前を白の車が通ると突然スピード上げて壁に突っ込むって話で、昔通ってた男子が白い車にはねられて、犯人が捕まってないから同じような車に乗ってるやつを犯人だと思い事故らせてんだよ。実際俺も3台事故起こしてんの見てる。もう一つが学校の中庭の隅にある祠にまつわる話だ。普通祠には狐が祀られるだろう。でも学校にあるやつは日本人形が祀られてんだよ。しかも数年に一度人形を新しいものと取り替えてたそうだ。でさ、大抵どの学校にもやんちゃな問題児ってのはいるもんで、うちの学校にもコウタってのがいて、そいつがさ、なんでそんなことしたのか、祠の扉の鍵壊して人形を盗んだんだよ。次の日、全校長会が開かれて、盗んだものは正直に名乗り出ろと、職員たちはご立腹の様子だが、コウタは当然知らんぷりだった。けどさ、次の日からコウタのやつが学校を2、3日休んでさ、来たと思ったら黒い塊持って登校してきたんだよ。それから担任の先生が教室に入ってくると、コウタが黒い塊を先生に渡した。それ盗んだ人形です。それを聞くと先生は校長室まで来いって、コウタを連れて教室を出て行って、しばらくしてから教頭が来て、1時間目は自習。2時間目に先生とコウタが戻ってきた。その日の夜だ。コウタの家が火事で全焼して、家族は無傷だが、コウタは火傷を負った。でさ、俺のじいちゃんは昔からそこに住んでたから、何か知らないかって聞いたら、子供に聞かせる話じゃねえって教えてくれなかったんだよね。これは引っ越してから聞いたんだけど、祠は新しい人形を奉納すると、すぐに近くの神社に移されたそうだ。もう、いたずらする奴は出てこねえと思うが、念のため、だって。以上が先輩から聞かされた話。それから年月は経ち、先輩は卒業して、高校は地元に戻ると決めていたらしく、こっちにはたまに顔を出す程度で、あまり会えていない。いつか人形についてじいちゃんが教えてくれたら真っ先に教えてやると言っていた。本当のことがわかる日が来るのが楽しみだ。